正面玄関大分銀行赤レンガ館大分銀行赤レンガ館は大分県大分市府内町の中央通り沿いにある建築物。1913年に旧第23国立銀行本店として建てられた。設計は東京駅などの設計で知られる立野片岡建築事務所。国の登録有形文化財に登録されている。 英国から輸入した赤レンガに白い三影石の帯を巡らせ、屋根にドームを配した典型的ないわゆる、辰野式の建築であり、大分市中心部に残る、唯一の洋館である。大正初期から旧第23国立銀行本店、旧大分合同銀行本店として使用された。第二次世界大戦末期には空襲で壁のみを残して消失したものの、戦後修復され、 1966年8月に新本店に移転するまで大分銀行本店として使用され続けた。本店移転後は、府内会館として貸しホールなどに使われていたが、大分銀行の創立100周年を記念して改築され、1993年1月に赤レンガ館として竣工再び銀行業務に用いられることになった。しかし、 2015年4月6日にローンプラザ支店が赤レンガ館から移転した後は実質的に空き店舗となっていた。2018年3月20日にリニューアルオープンし、大分銀行が設立した県産品を販売する地域商社、大分メイドや地場のコーヒー専門店、タウトナコーヒーが入居している。リニューアルにあたっては1913年の 春工当時の赤レンガを内装に使用するとともに、1949年の改築時に建てられたコンクリートの柱や化粧量を修復再現した。また、1993年の銀行支店開設時に作られた銀行営業時間の9から15時の間しかメモリがない大遺跡の時計を展示している。ありがとうございます。